路傍の関地像ではなく、季節も違うが、笠地像で語られる六地像のイメージ、笠地像のイメージにいくらか近い画像を、冬支度を整えた関地像の後ろ姿、赤月を食いにて。笠地像は雪深い大晦日の話である。笠地像は日本の研ぎ話の一つで、とりわけよく知られる昔話の一つ。松室富丹の代表的なもので、親切を施した。 無欲な善行者に思いがけない福運が謝礼としてもたらされる話である。具体的には、貧しくとも心の清い老夫婦が路房の赤地蔵に菅傘を被せてやり、その恩返しを受けるというもの。傘長者とも言うほか、現代では傘子地蔵とも言う。地蔵信仰のない沖縄地方以外の日本各地に広く分布している話であり、自社演技と関連しているものもある。 竜福寺と笠地像の関係は、その代表的一例である。地域ごとに異なる部分も多いが、大晦日の出来事とする点では、違いがない。花坂か、寺院や、下切り鈴芽などのように善悪を対比するような、話ではない。純粋に、正しい行いをする者が救われるという展開は、仏教思想の観念に基づくものであり、親が子に語り継いでいくことで、 子供に道徳を教えさとすぐ上わの要素を持っている。とある雪深い国にひどく貧しい色を夫婦が暮らしていた。年の瀬が近いというのに新年を迎えるための餅すら買うことができなかった。そこでおじいさんは町に出て日々こさえてきた傘を売ろうと背負えるだけ背負って出かけていった。ところが残念なことに傘は大して売れなかった。ふぶく気配がしてきたため。 おじいさんは傘を売ることを諦めて帰路につく。吹雪の中、おじいさんは六人のお地蔵様を見かけると、そのいかにも寒そうな様子を見てかわいそうに思い、売れ残りの傘を差し上げることにした。おじいさんはお地蔵様の頭に降り積もった雪を払い、一つまた一つと傘をかぶせていった。しかし、手持ちの傘が一つ足りず、おじいさんは自分が使っている傘を最後のお地蔵様に、 おかぶせし、何も持たずに、我が家へ帰っていった。おじいさんから訳を聞いたおばあさんは、それは、良いことをしましたと言い、結局何も買えなかったことを責めたりもしなかった。その夜老夫婦が寝ていると、家の外で何か重たいものが落ちたような音がする。そこで扉を開けて、外の様子を伺うと、家の前に米だわら、米俵や餅、野菜、 魚などの様々な食料に小判などの財宝が山と積まれていた。老夫婦は傘をかぶった六人のお地蔵様が雪の降る中背を向けて去ってゆくのを見送るのだった。このお地蔵様からの贈り物のおかげで老夫婦は良い新年を迎えることができたという。いくつかの種類があるが売れ残りの傘の数とおじいさんの装備と共に変化している。変化する要素は 以下のような形で分類できる。おおむね五体から七体が主流のようである。この地蔵の登場数が物語、終盤の展開に深く関わっている。手の食いではなく、ふんどしをかぶせた遺説がある。また、当初、おじいさんが行商に持っていた品物は、菅傘ではなくおばあさんが内職で作った枷玉であり、それを帰宅途中で菅傘を持った行商人と交換したというバージョンもある。 新潟県小千谷市と隣接する長岡市小国町などでは、菅笠ではなく小児屋縮みの反物をお地蔵さんに巻きつける話となっており、笠地蔵でなく縮み地蔵という地域もある。物語のお地である地蔵のお礼の様子には様々な足が存在する。以下に挙げるのはその一部である。お地蔵様のおかげで、縮場場は良い新年を迎えられたという話。 地蔵に出会ったのは、村と町の間、つまり境であり、この境の神としての性質を持つ笠地蔵の六、地蔵は、仏教の地蔵信仰ではなく、疑問点。年取りの日の出来事から見るに正月神の要素を持っており、秋田県の生ハゲ、鹿児島県の都市丼のごとく、家々を訪れて、幸をもたらす丸人と根底は同じであろう。差率をつけると異なった存在になるのは、 人間だけではなかったのである。地蔵の数も1、3、6、7、12と土地によって数に違いはあれども6体が一番多い。西日本では別伝として次のような話もある。じが雪を積もらせた地蔵をかわいそうに思い、背負って帰る。バーは怒り、地蔵の体から米が出る。バーは欲を出してもっと米を出そうとして腹をつくと米が出なくなった。 ありがとうございます。